久保さん、ご来光ですね。ご来光、今回村上ファンドにしましょうか。村上ファンドね、詳しいことは僕わかんないんですけど、当時強烈な記者会見、金儲けは悪いことなんですかみたいな、あの金儲けは悪いことなんですかっていう、このなんかそのセリフがね、確か一人歩きしたような気がするんですけど、多分村上ファンドでしたよね。そう、じゃあこれは一つの問いをするしましょうか。金儲けは悪いことです。なのでうちの会社はお金を儲けません。売上を上げません。お客さんに、仕入れた商品を仕入れ代金で売ります。なので利益は出ません。金儲けは悪いことなんで。なので利益が出ないから給料は0円です。いいですよね。お金儲けは悪いから給料0円で働いてください。この問いに対してあなたは、そうですよね社長、金儲けは悪いことなんでうちの会社は利益取っちゃいけないです、お客さんに仕入れ価格でちゃんと売らないと、仕入れ価格でお客さんに提供することがいいことだと思います、お客さんのためになると思います、もしその回答ができるんだったらその会社で働いてくださいそう、あのね久保さん、僕ね、あの車業者に、まあ業者に売ることはないと思うんですけど、業者に売るんだったらこの業者っていうのがもう決まってるんですよ。最終的にもし個人で買う人がいなかったら最終的にここで売ろうっていうのは決めてるんですよ。で、今全国から、まあ、わかんないでしょ？まあ、もっと買い取りしてる業者さんいるかわかんないんですけども、今ね、多分、まあ、発信してる人がところが少ないからわかんないんで、あれなんですけど、まあ、多分発信してる業者さんの中では、多分一番 R34 を買い取ってるというか、まあ、一番集まってるんですよ。僕の感覚で言うと。まあ、その理由もわかるんですけど、それがトラスト企画ってとこなんですね。トラスト企画、まあ、今 YouTube のチャンネルが5万人ぐらいいてて、で、まあその YouTube の動画がね、めちゃめちゃね、僕と合ってる部分あって、すげえフランクにやってんすよ、まあ、編集もそんなかっこいいとかね、そういうのじゃなくて、すごくアットホームな編集の仕方で、社長さんもすげえね、アットホームなんですよ。で、まあその R34 を、まあ、トラスト企画に持ってく人たちが口を揃えて、なんでトラスト企画選んだんですかみたいな、まああるんですけど、まあ YouTube ですと。ほぼ9割9分 YouTube 見て、まあトラスト企画さんにみたいな。で、そのトラスト企画さんの社長さんは何て言ってるかっていうと、まあ利益取りますよと、上乗せして売るんでみたいな。だけど一応お客さんの前見たのが、この前もアップしてたんですよ。34買い取った話で。で、その、なんか、その、子供が生まれるから手放すみたいな、あの、お客さんで、で、お祝い金20万円ぐらい上乗せして、あの、買い取りましたみたいですね。20万円ぐらい上乗せじゃ、あ、それは良かったですね、みたいな。だけど、もちろんその、お客さんに20万上乗せして、買い取りの希望価格より20万ね、お祝い金みたいな感じで20万上乗せしてるんだけど、もちろんお客さんに提示するときは、まあ、販売するときはね、上乗せするよ、みたいな。で、あと、利益もね、まあ、50万は取らせてくれとかね、100万は取らせてくれとか、まあ、400万取るぞとかね、言ってんすよ、もう素直に。いや、利益取るよと。で、うちの会社やっていけないから利益は取るよと。みたいな、もう正々堂々と言ってるっていうね。だすげえアットホームに撮ってて、で僕もね、実際そのトラスト企画さんからホイール買ってるんですよね。そうで、あとはそのトラスト企画結構パーツすげえ持ってんすよ。でそっからその他のバイザー、その34のバイザーなんか雨のやつとか、まあちょっと細い部品とかもちょっと買ってるんですよ、トラストからっていうのもあるんで、であと動画もやってて、でなんだ、あのなんかその出演も OK っぽいっすよ。そう、オーナーさん出演コーナーみたいなのもあって、いいやんみたいな。だから最終的にもしかしたらトラストに売るかもしれないです、その個人でいなかったら。で
多分ね、どんな車でも買い取ってもらえるそうなんですよ。なんか R32 で30万キロぐらい乗ってるやつも買い取ってたんで多分買い取ってくれます。そう、だからまあ最終的にもう売るところはねトラストですね。まあ、それ YouTube やっててそういうので絡める可能性があるかなっていう。で、社長さんもなんかそういうこと素直な感じで、まあ動画がねとにかくいい、ラフで、そう、僕みたいな感じなんで、だからまあ一回ちょっとね持ってって一回社長さんとお話ししたいなっていうのもありますしね。うん、すごいです。トラスト企画ほんとねめちゃめちゃすごいですよ。車めっちゃ持ってる、もう3、4 多分ね今一番保有してんじゃないですか、日本で。その3、4をおそらく。でしかもね、それを寝かせてるって、寝かせてるところもあるらしいんですけどとりあえずめちゃくちゃありますね。うん、だからまああなたの給料は会社が金儲けしてるから給料発生するんですよって話で何なんですかねまあ公務員とかね、まあそういうのはちょっと別ですけど、民間企業に関しては売上があなたの給料ですからね。会社の売上がゼロだったらあなたの給料はないですからね。そもそも金儲けを諦めたらあなたの給料もないってことなんで、だからそこはどうなのかなって話なんですよね。なんか給料をもらってる人っておそらくそこを深く考えてないというか、給料もらえて当たり前、お金が降ってくるの当たり、お金が降ってくるとは思ってないですけども、その出どころですよね。給料の出どころ真剣に考えてないというか、なんか会社が当たり前のことが払ってるから、なんかそういうことを考えないと思うんですよね。うん、まあ僕もね、まあ思ってなかったですからね。そう、僕もなんだ、そのアルバイト、高校生のアルバイトしてる時とかはそんなこと1ミリも思わないし、だからまあ金儲けっつうのはしないとダメですよ。しないと、そも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 しないと給料成立しないんで、だからなんだろうな、結局その受信力じゃないですか、速稼塾で言うならば。お金儲けは悪ですかっていう問いに対して、どういうあなたは受信をしますかっていうことです。でもこれ勉強してないと多分ね、そうだよねってなるんですよ。なぜならばお金の勉強してないんで、お金はどちらかというとやっぱ汚いものっていうイメージがあるんで、いやもちろんですよ、もちろん世の中にはねいろんなものがありますんで、その例えばお金をもらってるんだけども商品提供しないとかね、配送されないとかね、あとはなんだろうな、フィッシング詐欺とかね。そう、なんか今そういうそのなんだ、ちゃんとサービスを提供せずお金をこうねくすみ取るみたいなのもあるわけじゃないですか。だからそれは良くないと思うんですけど、ただその投資とかは別に物とかを提供してるわけじゃなくて、まあそのサジ、あのこのね、まあその上がったり下がったりのところの差し取ってるんで、まあそういう概念はないんですけども、まあそれはそういう世界なんでね、しょうがないじゃないですかね、相場の世界なんで。まあとりあえずね、金は儲けましょう。ちゃんとサービスを提供してちゃんと金をもらうっていう、そうしないと僕も生きていけませんから。速稼塾もねタダにはならないですよ、ね、速稼塾もタダにはならないです、はい、まあもちろんその交渉次第かもしれないですけどね、交渉次第かもしれないですけど、完全無料で速稼塾を提供しますっていうのは多分ね、久保さんあんまやんないと思うんですよね。3万、落としどころ一応頭金3万円にしてるけれども、それを0円にするかっていうと多分しないと思いますね。まあそれは分かんないですよ、久保さんが死ぬ間際は0円でいいですよってなるかもしれないですけど、だって速稼塾ってまあ分かんないですよ、僕中身分かんないんであれですけど、ビジネスを教えてるのにそれを0円にしちゃうと、もちろんフリー動画はフリーのねコンテンツはあるんだけど、ビジネスを教えてる塾でね、まあそういうそのお金のことを教えてる塾でお金を取らないっていうのは、いや先生がその概念分かってないじゃんみたいなね
そもそも。その教えてる先生がお金のその、この、なんだ。それが理解してないって話でしょうね。いや、お客様のために無料でやります。無料でやることがお客様のためなんですか？もちろん、久保さんも僕も無料でね、やるところはやりますよ。でも、取るところは取ります。無料でやる、じゃあ全部が有料かっていうと、これも無料ですけども。無料でやるところはやるし、取るところはしっかり取ります。じゃあなんかその金よこさないとな Q&A 答えませんよと、まあ、金払ってないんでサポートしませんよっていうことは久保さんも僕もないですよ。別に僕の商品買わなくても久保さんの商品買ってなくても、例えば久保さんライブやってますけど、別にその速稼塾生じゃなくても久保さんの商品買ってなくてもライブで質問来たら回答するじゃないですか。いやあなたお金入ってないし速稼塾生じゃないから質問に答えません、じゃあ次とかやんないでしょ久保さん。それはもしそういうなんかことをやってるんだったらちょっと、それはそれで微妙かもしれないですよね。まあでもその人の自由なんで、まあその人はそういうことですよね。お金を1円でも払わないと一切関わるな、一切サポートゼロ、やりません。なぜならばあなたは金払ってない。だから金払えと、金払ったらサポートやりますよ。でもこれは別に間違ってるかっていうと間違ってはいないと思うんで、なんかそうじゃないですか、なんかなんだソニーで例えばね、久保さんが今ソニーのデジカメ使ってると思うんですけども、ソニーにねそのなんだ1年保証ってあるじゃないですか、多分デジカメも1年保証あったと思うんですけど、じゃあねパナソニックにね、いやこれソニーの商品買ったんだけど修理してくれと、タダでね、同じようなもん売ってるでしょ、あオタクも、だからオタクも保証しろよみたいな、みたいな、いやそれソニーの商品なんですけどみたいなうちパナソニックでそれソニーの他社の商品なんで、いやそれはちょっとみたいなね。だけど別にそれはお金を払えば多分それは通ると思うんですよ。すいませんと、うちのその近くにソニーの会社がないんで、ちょっとパナソニックさんちょっと修理してもらえますか、お金払うんで、それは通るかもしれないですけど、なんか無料でね直せみたいなね、通らないですよねだからまあいろいろ概念はありますけど、お金の勉強ね、久保さんのライブ放送お金の勉強見ましょう。お金を勉強した方がいいですよ。だってお金の問題が一番人生の問題ですから。どうすか、多分お金の問題が一番人生の問題じゃないですか。僕はそう思いますけどね。健康の問題、人間関係の問題もぶっちゃけお金の問題をクリアしちゃうとほぼ解決できますからね。全部じゃないですけど結構な割合で解決できますよ。お金があればね解決できる部分がいっぱいあるわけですよ。人間関係の問題も別に会社辞めちゃえばいいじゃないですか。会社の人間関係でトラブってるんだったら。で会社を辞めても稼げるスキルがあれば別に会社で働く必要ないですから。で人間関係もなくなりますよねって話で。そう。そうまああとなんだ。その健康か、健康の問題に関しても別にお金があればね、なんかそのいい食材も食えるし、サプリメントも買えるし、病院にも行けるし、専属トレーナーもかませるし、専属栄養士とかも行けるしね、なんだもう何でも行けるじゃないですかね。そうプロにね自分の体の管理とかね全部してもらえるわけじゃないですか。じゃあそうしたらまあいいですよね多分ね。どうすか健康、そのブラックジャックに金詰めますよ。凄腕のその外科医にもね金詰めれば手術してくれると思うんで、まあ全部じゃないんだけども、まあ8割9割はそういうことできるんで。いってらっしゃい。